型コロナウイルスによる肺炎により23日に死去した女優の岡江久美子さんの遺骨が24日、都内の自宅に戻った。テレビ各局が夕方のニュースで中継した写真。無言の帰宅、自宅に戻った遺骨をそっと見つめる大和田幕係官が自宅を訪ね、玄関先に遺骨の入った箱を置き、一礼して立ち去ると、家の中から夫の大和田幕が出てきた。遺骨を持ち、久美子が帰ってまいりました。こんな形の帰宅は本当に残念で、悔しくて、悲しいです。皆様もお気をつけください。それが残された家族の願いです、と語った。